はい、こんにちは、こんばんは。パティシエギャラちゃんです。今日はね、レアチーズケーキ作っていきたいと思います。よろしく。さあね、レシピの紹介です。はい、チーズクリーム、ヨーグルト、無糖、蜂蜜、ゼラチンですね。で、隠し味に梅酢、ソフトチョコクッキーですね。はい、あとはね、空の容器も3つお願いします。はい、これで作っていきます。よろしく。さあ、やってましたね。はい、クリームチーズケーキですね。はい、無糖ヨーグルトです。さあ、まずこの2つをね、混ぜていきます。はい、そうですね、ソフトを入れますと。はい、その後ヨーグルトですね。はい、ヘラでね、なるべくこのクリームチーズ、きれいに入れましょうということですね。さあ、分散させていきます。はい、こちらね、丹念に、そうですね、そうです、こう艶が出るまできれいに混ぜていきます。だんだん分散していきますね。まあ、化粧品でもこういう感じでね、分散よく似てますけど、そうです、似てますね。はい、今混ぜてます。あ、シャカシャカとね、リズムよく混ぜていきましょう。はい、終わりましたね。はい、ここですかさず、ギャラ。はい、ギャラクシーね。はい、TikTok を撮り始めましたね。はい、ショートムービーね、TikTok で、上げてますんで、概要欄からショートバージョンの TikTok もお願いします。はい、これで混ぜましたね。はい、ポイント滑らかになるまで混ぜます。お願いします。はい、そうしましたらね、温めておいた蜂蜜、これこういう形ですね、液体になるように。温めてください。はい、あら、はい、これ入れます。その後ね、ゼラチンと梅酢も入れていきます。グルテンじゃないですからね、お願いします。さあ、これもね、綺麗に、はい、分散させるようになっていきます。はい、入れましたね。綺麗に、そうですね、容器に入れましたと。はい、これからね、はい、チョコクッキー美味しそうですね。これだけでも美味しいですけど、これを乗せます。土台にしていくということですね。はい、はい。ワン、ツー、スリーと。まあ、大体ね、3個ぐらいできます。はい、冷蔵庫3時間入れましたね。どうですか、この美しい仕上がり。ミルフィーユ断層ですね。うん、まあ、こういう、そうですね、最初の鉱石もこういう感じですよね。おそらくダイヤモンドとかもこういう感じでムラがあるというか。は、乳糖です。てんてんててんてんてんててん。さあ、断面気になりますね。美しく出来上がるか。こいこい、来ましたね。チーズのミルフィーユ状態ですね。さあ、どうですか、この別バージョン、美しい。ほら、この断層。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ギャラクシーでした。